カーラデルビーニュは、イギリスの女性ファッションモデル、ソーシャライト、女優、歌手。貴族の名家の血統を引き、祖父は、イングリッシュヘリテッジの会長で、ロイヤルビクトリア勲章コマンダーのサージョスリン、スティービンス。祖母は、マーガレット王女の助官のジャニーシェフィールド。祖,祖父には、チーフセクレタリー4、アイルランドや、セクレタリー4オーバーシーズトレードを務めた、初代試着サー。 ハマーグリーンウッド、高祖父の順弾者クホーデル・フィリップス家からは2名のロンドン市長を輩出している。3人姉妹の末っ子で、長子のクロエはソーシャライト、次子のポピーもソーシャライト、そしてファッションモデルである。2015年にバイセクシャルであることを明かす。2011年、バーバリーのキャンペーンに登場。当初は他のメゾンのランウェイには登場しなかったが、徐々に、 活動の幅を広げ、シャネル、ディオール、イブ・サン・ローラン、マーク・ジェイコブス、バルマン、タグ・ホイヤー、ジミー・チュー、マンゴー、アルマーニ・エクスチェンジ、プーマ、リンメル、H&M などのキャンペーンに広告等として起用されたほか、ルイ・ヴィトン、ジバンシー、フェンディ、ドルチェ・アンド、ガッパーナ、オフ・ホワイト、オスカー・デラ、レンタ、ステラ・マッカートニー、ビクトリアズ・シークレットなど、 多数のランウェイを歩いている。2013年、ゼストーンを運営する、スタートトゥデイが展開する女性向けファッション EC サイト、LA ブーの CM を撮影。そのメイキング映像では、フナッシーロンドンプロジェクトでイギリスを訪問した、マスコットキャラクター、フナッシーと共演している。2012年と2014年に、ブリティッシュファッションアワードのモデルオブザイヤーに選ばれている。映画、 アンナ・カレーニナで、女優デビューして、以降、継続的に出演している。2015年5月には、歌手テーラー、スウィフトのミュージックビデオ、バット・ブラッドにマザー・チャッカー役で出演している。歌とギターとドラムスを得意とする。ドラムの腕は2013年に初披露。また、ウィルハードとクランカラッセルのソネッタンスのアコースティックバージョンで共演。 グランドセフトオート V イ架空のラジオ局、ノンストップポップ FM の DJ を務める。コールオブデューティブラックオプスさんライブアクショントレーラーで女性兵士役として出演。2019年6月、アシュレ・ベンソンとの交際を正式に公表したが、2020年4月に発局した。ありがとうございます。